皆さん、こんにちは。今回は角代わりの将棋を紹介していきます。まあ、相手の方が早くり銀で来た将棋になってます。まあ、こんな感じで角交換してきて、で、こっちも飛車先の符をついて駒組みをしていく感じですね。で、こちらは腰掛け銀にしました。まあ、こちらも早くり銀にするような差し方もあるんですけども、まあ、個人的には腰掛け銀好きなので、まあ、今回は腰掛け銀で行こうっていうところですね。 で、三筋の歩を突いて、で、こう、飛車先の歩を突くか、まあ、攻めの桂馬を使うか、いろいろ悩んだんですけども、まあ、今回、飛車先の歩を突いて、で、ここで、こう、手筋の一手があって、ここを突くのが手筋で、これが結構軽いジャブで、同歩と取る手が自然なんですけども、同歩には狙いの一手があります。で、放っておくと、これ、同歩と取らずに、放っておく手には、三四歩と、こう、歩を取って、同銀と相手の陣形を乱すことができるので、 まあ、こちらとしては十分というか、こう、軽いジャブを繰り出せるっていう感じですね。で、同歩には角打ちがあって、これが右側と左側、両方の角なりを狙ってて、受けることが相手の方はできないですね。こんな感じで対応してきたんですけども、飛車先の歩をついて。まあ、今のところ馬を取ると、金で馬を取ると同歩なりと攻める手が厳しかったので、相手の方は符を下から打って受けてきたんですけども、まあ、馬を引いておけば、 馬ができているのが大きいので、こちらとしてはリードを奪えている局面ですね。まあ、馬もできてますし、一応一歩得もしてるので、まあ、こちらとしては十分な局面になります。まあ、こんな感じで馬ができたり、不読できたり、こう何か得をできた時は、この後ゆっくり刺すっていうのがセオリーになるので、まあ、この後はゆっくりした展開を目指していきます。こう自陣に使えてない駒がいっぱいあるので、まあ、それを使っていく感じですね。 ただまあその前にちょっとこっちの馬が狭いというか、なんかこう捕まえられそうな形なので、ちょっとこの馬をこう大、大安全にしていきたいなっていうふうに思ってました。なんでまああらかじめちょっと馬、馬を右側に引いておこうかなと思ってたんですけども、まあどこに引くかを考えてます。まあ、18馬と、強者の前に馬を引く手も考えてたんですけども、ちょっと馬が使いにくいので、本譜27馬としました。 まあこれ一瞬飛車先が止まってしまって面白くないんですけども、まあ狙いがあって、まあこの方、この位置の方が馬使いやすいかなっていう感じですね。っていうのも、こう馬をこう引いて、相手のこう7筋の歩を狙う手があって、まあこの方が馬使えるかなっていう感じですね。まあ、次に歩を取れると大きいので、相手の方飛車を置いて受けてきたんですけども、まあこれで先ほど言ってたちょっと懸念だったこの馬が安全になったので、 ま、この後は、こう、自陣の使えてない駒を使っていきます。まあ、金が使えてないので、一回金を使ってっていうところですね。まあ、あとは攻めの桂馬とかも使いたいんですけども、すぐ攻めの桂馬をこう、37桂と跳ねると、36歩と3筋の歩を伸ばされて、桂頭を狙われちゃうので、ちょっと嫌なところですね。なので、すぐ桂馬を使うのは難しいんですけども、まあ、いつかその桂馬を使う手も狙っていきたい。 ところですね。まあいいタイミングがないかなってこう狙いつつ指していく感じになります。あとは攻めの銀も使っていきたいですね。攻めの銀も使いたいんですけども、まあどう使っていくかはちょっと難しいところで、4 7銀と銀をまっすぐ上がる手は自然なんですけども、4 7銀とまっすぐ上がるとちょっと馬道が止まってしまいますし、まあ、3 7銀と右斜めに使う手も考えられるんですけども、まあ強的に駒は中央に向かっていくのがいいって言われてる ところもあるので、3 7銀と右斜めに行っちゃうとこう中央から離れちゃうので、ちょっとどうかなっていう感じで、まあ難しいところですね。なんでこう攻めの銀を今後どう使っていこうかなっていうのもこの辺り悩んでました。で、本譜はこう攻めの銀ちょっと動かしにくいなっていうのもありますし、攻めの桂馬も使いにくいなっていうのがあったので、一回6 6歩とついて、まあちょっと陣形を整えて、 ま、どこかで相手のせ、こう、攻めの桂馬が6号桂と右側に跳ねてくる手を防いで、で、じっと端歩は受けておいて、で、この後右側の端歩もついていきます。まあ、ちょっとこう、右側の端歩をついておくことで、こう、端攻めを狙えたらなっていう意図があったので、まあ、こんな感じで右側の端歩をついて、で、銀を出てきた手に馬を出て銀取りにして、相手の方はもう玉で無理やり受けてきた感じですね。 ま、何気に今の銀取りが受けにくかったので、巻いてよかも玉で無理やり受けてきた感じなんですけども、まあ、一回端歩伸ばして、で、攻めの銀を使っていきます。ま、4七銀とまっすぐ上がると、先ほど馬道が止まるみたいな話をしたんですけども、今回馬を先に出てるのでそういうことはないですね。で、こんな感じで積極的に攻めの銀を使っていきます。これは攻めの銀と守りの銀を交換しようっていう狙いで、 ま、基本的にその交換は攻めの銀を交換した側が有利とされてます。なので今回で言えばこっち側が有利ですね。まあ、この局面は攻めの銀と守りの銀交換できてますし、相手玉不安定ですし、まあ、こっちは馬もできてて駒得なので、まあ、させるかなと思ってました。まあ、相手の方としてはやっぱりこの後こう、同人形をまとめていくかっていうのが難しいですね。結構玉がやっぱり不安定ですし、二筋も凹まされてますし、 で、こちらの馬がこう相手の金を睨んでることもあって、こう玉がこう4二玉とか下に引いたりすると3四馬と金を取れるので、まあこう玉が動きにくいっていうのもありますし、すごい不安定なんですよね。なんで結構まとめ方が難しいかなと思ってました。で、この2四金と本譜取ってきたんですけども、これには実は決め手の、決め手級の一手があって、まあここから一気に寄せ切ります。 まあ、ただ、ちょっとこう、派手な手なんで、それが成立するかどうかっていうのを、ここは調校して読んでた局面になります。よければぜひ、この局面どうさしたか考えていただきたいんですけども、まあ、こう、派手な手って言ったんで、ちょっとそれがヒントになるかもしれないんですけども、まあ、派手に攻めていって、相手玉をこう、寄せていくことができます。まあ、どう寄せていくかなんですけども、まあ、ここ、まあ、シンプルに3 4歩とか、筆大手するような手もあるかもしれないんですけども、 まあ、同金と取られてちょっと決め手があるか読み切れなかったので、まあ、そういう手はちょっと断念して、まあ、ちょっと過激に本譜は行ったっていう感じになります。まあ、どういったかっていうと、まあ、この後刺すんですけども、2 4飛車と、飛車でも金を取ってしまって寄せに行きます。まあ、2 4飛車と金を取った局面で、巻、ま、い、あ、相手よかったとしてはもう同玉と取るよりない。まあ、同玉と取らずにじっと、まあ、持ち駒の銀とかを活かして受ける手も考えられるんですけども、 まあそれは銀をボロッと取られてし、金をボロッと取られてしまっているので苦しい局面ですね。なんでもう勝負としては同玉と取るぐらいなんですけども、金を打ってこれ以下即詰みになってます。ちょっとこの後に以下の詰みの変化を解説していきたいと思います。というわけで最後の局面なんですけども、これ玉の逃げ場所がここか、ここかの2択なんですけども、まあここに逃げる手には馬を引く手があって、これ玉ここに逃げるしか、 ないんですけども馬を入ればこれなんか上に逃げられそうなんですけども桂馬も効いてて銀も効いてるのでこれはどこも逃げ場所がないので詰みになります。またこの投了図の局面でこっちに逃げる手には一回歩で手する手があって玉をこっちに逃げるしかないんですけども馬を引けばこれもなんか抜けそうな感じもあるんですけども詰みになります。 なので、こう、結構上に逃げられそうな感じもあるんですけども、銀を打った局面は、こう、相手玉が詰みになってます。というわけで、まあ、こんな感じで最後詰みだったんですけども、途中で出てきた、この、7五歩と、まあ、ちょっと手番、手番というか千五逆なんで、符号も逆なんですけど、この7五歩と、ここをついて、同歩に角を打つっていうのは、角代わりで、たまに狙えるので、結構意識してみるといいと思います。 3級から1級の方向けに達成率が上がる次の一手問題を YouTube のメンバーシップとノートの定期マガジンで配信しています。詳しい内容やご登録は概要欄からチェックしてください。よろしくお願いいたします。